人がいない。みんな消えたのかな。だろうな。あいつの計画通りなら外との連絡も遮断されているはずだ。ずっとあいつを追っていたのか。ああ、やられちまったけどな。無駄話は終わりだ。行くぞ。行き先は幽玄坂だ。霧がまだ残ってる。不用意に近づくな。危ねえぞ。ここはダメだ。引き返せ。なんだろう。調べてみるぞ。あいつらがいる。邪魔だな。片付ける。いいぞ。浄化はできるみたいだな。おい、社の中を調べてみろ。この鳥居から霧が出ていたのか。みたいだな。お前が浄化できるとは思わなかったよ。片代か。使えそうだ。ここはもういい。目的地に行くぞ。なんだろこれ。何に向かって吠えてるんだ。あれを見ろ。止めるぞ。今ならまだ助けられる。これ以上奴らに好き勝手させるな。
込まれて霊になったか。こいつらを助けられるかどうか。さっきの片代を使ってみろ。吸い込まれた。うまくいったか。あとは近くに公衆電話はないか。今時そんなもの。いいから探せよ。あったよ。受話器を取れ。俺が繋ぐ。何これ。エドが作った装置だ。そこに片代をかざせ。霧で霊になったやつはこれで外に送れば元に戻るはずだ。この装置…あいつ…余計なことを。私だけが彼らを救えると言ったはずだ。邪魔をするな。お前は誰も救えない。邪魔するなだと。なら渋谷中の霊を集めて邪魔してやるよ。このレコーダー、エドのものだな。道案内の続きだ。幽玄坂に行くぞ。エドって人はどこかで生きてるのか。その予定だ。ほとんどのことが想定外だ。どうなってるかわからん。これって何。今はいい。先を急げ。何か使えるものがあるかもな。何あれ、猫。あれは妖怪だな。人がいなくなったから出てきやがったのか。この一袋しかない。急な勝ち込みにこれ一袋。極東風土ヤクザ揚げ。けじめつけ。片代があるな。持っている数が多ければ効率的に霊を救えるぞ。何か使い道があるのかな。珍しいものが売ってるな。
買い物の待ち時間が一番辛いな。悪かったね。そこの2階だ。ここあんたの家？部屋の封印を解除してくれ。俺の出番だな。中に何があるんだ？入ればわかるよ。なんだこれ。秘密基地って感じだな。子供っぽいな。アジトって言えよ。確かに。お前が代わりにやってくれるか？やだよ。これは俺が調べた事件について書かれてる。何かの参考にはなるかもな。これってあんたの本？うん。ガキの頃にカッパを見たことがあってな。あんた、子供の頃から普通じゃなかったのか。向こうの世界の食べ物だな。俺たちなら食えるぞ。この世の食べ物とは違う効果があるかもな。地図の範囲があいつの結界になっている。お前も見ただろ。結界内の霧に触れれば消える。結界？渋谷にいた人みんな消えたってことか？うん。消された人間は5万か10万、いやもっとか。なんだよそれ。まあ何人消えようが俺には関係ないがな。ただこのどこかにあいつがいる。お前の妹もな。どこかって。誰？仲間だ。え？だったというべきか。あいつは奪うことをためらわない。俺たちもそうあるべきだった。戦っていたのか、この人たちと一緒に。
気に入ったか、持っていけ。こんなものどこで。職業柄、まあいろいろつてがあってな。あんた何者なんだよ。国の番犬かつはぐれ者のお友達ってところか。どういう人間かは知らないけど、あんたがまともじゃないってことだけは分かったよ。武器も調達できたし、そろそろ行こうか。結界だと？マンションごと押し潰す気か？結界を破る方法があるはずだ。探せ。結界の要だ。こいつを壊せ。へ。他にもあるはずだ。何が起こってるんだ。結界のせいであの世の干渉が強くなってるんだ。このままじゃあの世に押し潰される。距離があるな。さっきの弓を使え。しっかりと狙いを定めているんだ。いいぞ。ここはもう大丈夫だ。数分だ。急げ。なんだ。近いぞ。周囲をよく探せ。こいつが本体だ。ぶっ壊せ。へ。間に合った。やれやれだな。これを仕掛けた奴がいるはずだ。外を調べるぞ。
結界は消えている。まだ近くにいるかもしれない。下に行ってくれ。誰かいる？違う、見たのか。お前も見えるのか。よし、俺の言う通りにやってみろ。これは、さっきのはこいつの仕業か。追うぞ。これって…汚れだ。さっきの力を使って調べてみろ。何か見える。汚れの中心だ。破壊しろ。汚れに囚われていたのか。こういう奴らも多そうだな。先に進もうぜ。痕跡が消えてる。俺たちが追っていることに気づいたのかもな。まあいい、せっかくだから寄り道していこうぜ。この辺りに大きな神社があっただろ。何か役に立つものがあるかもしれない。そこに行ってみるぞ。神社にそんなものがあるとは思えないけど。わからないぜ。今使っている弓だって神社で見つけたんだ。盗んだのか。さあどうだろうな。